こちらの道、もう雪が溶けてシャーベット状となっています。アスファルトが見えている部分もあって、道はもうデコボコです。南西部や太平洋側を中心にプラス気温となった今日の道内。午後3時までの最高気温は函館空港や白老町で6度。札幌は 3.1 度と3月上旬並みの気温となりました。札幌北区に住むこちらの男性、昨日家の前にかまくらを作ったそうですが、早くも屋根の部分が崩れてしまったといいます。ここってこれあったかさで崩落しちゃって、あ、落ちちゃったんですか、はい、せっかくのかまくら作ったのに残念。今日あったかいですね、意外とね。雪庇みたいのね、それはね、玄関の方だけあるから、もう玄関の方はこまめに雪を落とすようにしてます。気温が上がると注意が必要なのが屋根からの落雪です。おととい、千歳市で6歳の男の子が家の庭で遊んでいたところ、屋根から落ちてきた雪に当たる事故が発生。男の子は鼻血のほか頭からも血を流していて病院に運ばれました。落雪の威力は侮れません。こちらは防災科学技術研究所が行った実験映像。高さ5メートルの屋根から雪の塊が落ちてくると、ぶつかった衝撃で一瞬車が沈むのが分かります。車の屋根はへこんでしまいました。こちらは大人が乗ってもびくともしない木の箱。しかし、一瞬でこの通り。衝撃の大きさがわかります。札幌などでは今夜氷点下まで冷え込むものの、明日再びプラス気温になるため、引き続き落雪などに注意が必要です。